準備できた？
はこれに乗って、船までイルカさんが引っ張ってってくれるから。沈まねえだろうな。来た。行こう。ファウス様、初めて生で見たな。
警備はそれほど厳しくないな。パレードの準備中かな。俺たちに構ってる暇はねえってか。私たちにとっては好都合だね。しかし広いな。クロマントを探すのも一苦労だ。ここにはいないようだ。町へ行ってみよう。ジュノンの名にかけて式典は必ず成功させる。ねえクラウド、あれは？ハイウィンド。シンラが威信をかけて完成させた最新鋭の高速飛空艇だ。船やめて、あれをいただく。飛空艇を操縦できるのは限られたパイロットだけだ。乗組員も必要になる。そっか、ちょっと残念。町に出て船を探そう。ハイウィンドのエンジンを見た。ルーファウス様、よーし、いいぞ。昨日ん？どうされました？町なら下ですよ。リフトで降りてください。ミッドガル隊との懇親会も準備して。ハイデッカー統括がいると思うと意外だよ。A 区画、B 区画ともに問題ありませんでした。リハーサルまであと少しか。よくぞ、ハイウィンド。はあ、いや、そのままでいい。泳がせておけ。入れ。ウータイのスフール総督の使者を名乗る者が面会を求めています。ほう。グレン・ロズブローク大佐とのことです。どうせ。生きていたのか。もちろん死んでるさ。早速だが、ルーファウス社長、
うちの総督とプレジデントが描いていた絵はあんたが引き継ぐと考えていいのか？そのつもりだ。次の時代のテーマはヒュージマテリアをめぐる争い。シンラとウータイが各地で衝突を繰り返すことで緊張関係を維持する。しばらくはそれでいい。だがプレジデントは死に、状況は変わった。新しい絵が必要だ。相変わらずお絵描きが好きだな、坊ちゃんは。約束の地なんて絵空事をまだ信じているのか？シンラの親子は魔法を組み上げることしか考えない。たまには返さないと星が滅んじまうぞ。戦争がもたらす怒り、悲しみ、憎悪はこの上ない連帯、高揚をもたらし、世界を奮い立たせ、その精神が星を潤す。星の未来のためだ。破局の一歩手前まで行ってみようが。しかし、始めたのはそっちだろう。もうガキじゃないんだ。好き勝手にやめてもらっちゃ困る。一緒に正義を果たそうぜ。ああ、忘れるところだった。スフール総督からの伝言だ。社長就任、おめでとうございます。ますますのご発展。魔法キャノンの射程ってどれくらいなんだろう。しっかりタグを確認してください。誤配は原稿ですからね。どうしました？町なら下ですよ。リフトをお使いください。よし、パレード機械入れてくぞ。有事の際には都市全体が要塞となり、海からの敵を迎え撃つ役割を担っている。空路と航路の拠点でもあり、シンラにとってはミッドガルに次ぐ重要な町だ。へえ、美味しい食べ物とか観光スポットとかは？それは知らない。そっか、クラウドらしいね。エアリス、観光しようなんて企んじゃいねえ。まさか。あ、見て、あそこ。いいか、社長賞は我々ミッドガル第7歩兵連隊がいただく。ミッドガル流の洗練されたフォーメーションをジュノン勢に見せつけてやれ。イエスだ。それではパレード開催まで休息とする。各自フォーメーションを再確認しておくように。はっ。
さっきの人たちパレードに出るのかな。新社長にいいところを見せたいってか。大事になりそうで黙っていたが、やっぱり無理だ。なんだ。ルーハウスが近くにいるってのに素通りなんて面白くねえと思わねえか。ああ、暗殺とは言わねえが、一言二言言ってやって、ついでにぶん殴るぐらいしてやりて。あ、一部賛成。タークスは私たちもう追わないって言ったのに、バイクの人は保護するとかなんとか、はっきりしてほしいな。そうだよね。でも社長に会うなんてできるかな。策はある。え、パレードに乱入すんだろ。いや、参加者はほとんどが兵士だからな。敵に回すには数が多すぎる。パレードの一員としてルーファウスに近づくんだ。それならギリギリまで騒動にはならない。本気？もちろん。クラウド、明暗。悪かねえな。バレットとレッドは港までの経路と警備状況を確認してくれ。そしてもちろんクロマントの捜索。おいおい、シンラの制服を着ることになる。妥当な提案だ。うるせえ。じゃあ行ってくる。まずは制服の調達だ。え？興味、心身、やる気、まんまん。あっちかな。うん。あります。急いで着替えてください。まだ着替えてない方はいませんか。あったあった。おお、こうなってるんだ。じゃあ着替えちゃおう。懐かしいな。
動くな。どう？どう？上出来だ。これでバッチリだね。いや、仕草や言葉遣いも重要だ。ここからは俺に合わせてくれ。エルジュノンです。開始時間に遅れないよう早めに会場へ向かってくださいね。待て！貴様ら総演習にいなかったな。まさかとは思うが、遅刻か？申し訳ありません。申し訳ありません。バカ者！今回のパレードがどれほど重要か分かっとらんのか！今すぐ中に入れ。指揮官に動きを確認してもらう。少しでも失敗してみろ、ベヒーモスの餌にしてやる。どうしよう。規定演武は頭に入っている。俺の真似をしてくれ。できるかな。何をブスクさん言っとる。さっさと入らんか。はっ。セレーツ！総演習に遅刻するとはいい度胸だ。貴様らよほど自信があるようだな。まあいい、じっくりと確認させてもらおう。少しでもミスをしたらモルボルの口に放り込むからな。いいな。
準備はいいな。では始め。なるほど。いいぞ。遊んでるのか。その性格でキレのある動き、ブレない短歌。貴様、どこに隠れていたんだ。パレードの先導役を任せてみてはいかがでしょう。たった今より、貴様を我がミッドガル第七歩兵連隊の隊長に任命する。パレードの先頭に立ち、皆の手本となる重要な役目だ。我が隊が社長賞を獲得できるか否かは全て貴様にかかっていると思え。まずお前たちにはアルジュノンにいる我が隊の兵を集めてもらう。兵は町に部隊を組んで散らばっている。そのうち
最低限小部隊を集めてみろ。みな、ミッドガル第七歩兵連隊の腕章をつけている。兵が揃ったらパレード会場のエルジュノンまで連れてこい。遅刻は絶対に許されんからな。心して任務に当たれ。はっ。なんだ、兵士が見つからないのか。ケーキ漬けに飲んでいる奴らもいるかもしれん。酒場やバーを探してみろ。しっかり兵を集めてこい。なんとか乗り切ったね。ねえ、本当に行進しながらルーファウスに近づける？そうじゃない。社長賞を狙う。社長賞はルーファウス自身が表彰するはずだ。わあ、クラウド、それって大胆、不敵、そして素敵。街にいる隊員を集めるんだよね。ああ、ミッドガル第七歩兵連隊だ。この腕章の人たちだね。行くぞ。これが噂のジュノンの大砲か。想像していたよりもでかい。なんだ、今取り込み中だ。バカ、隊長だ。え、隊長。パレード会場まで俺が先導する。全員後についてこい。イエスサところに。カメラをお願いしてもいいですか。はあ、お願いします。ありがとうございます。さすが隊長、バッチリです。家に飾らせていただきます。休みは終わりだ。パレード会場へ向かう。ついてこい。イエスター。
さすが要塞都市ジュノン。あ、何？あんたも限定キットが欲しいのか？バカ、ネット見ろ。大将、失礼しました。自由時間終了、外に出るんだ。了解しました。ジュノン製の武器はやっぱいいな。へえ。よし、スタンプ押せたわ。なんてあるのね。社長就任セールで半額か、悩むな。社長就任セールで半額か、悩むな。社長就任セールで半額か、悩むな。隊長！ねえ、あれ。怪しい。リュードさん、お願いします。ここは初めてか？ここで飲むならまずはメットを取るんだな。それが俺たちのルールだ。どうした？お前たち、もしかして伸ばしてるんじゃないだろうな。待ってくれ、この人は俺たちの隊長だ。隊長、ここはちょっと特殊な酒場でして、メットのままじゃダメなんです。自由時間は終わりだ。全員外へ出ろ。はっ！了解しました！ここじゃメットを脱がなきゃ。安心して、この素晴らしい輝きに。ここじゃメットを脱がなきゃ。安心して、みんな仲間だよ。この素晴らしい輝きに。一緒に飲みたければメットを脱いで証明するんだな。あの、僕の頭はいかがでしょう。解き放つんだ。ここじゃメットを脱がなきゃ。この素晴らしい輝きに。祝賀会場の予約ありがとうございます。ごちそうさまです。どんどん集まってきて。パレードに出る舞台かな。
パレードはミッドガルにも中継される。何ですかそのメットは。みんな隊長だ。整列。パレード会場まで俺が先導する。全員後についてこい。リスト。最高級のマテリアを取り揃えております。またのお越しをお待ちしております。ガイドブックに載ってたから来たけど、やっぱり高いわね。こちらはアルジュノンの老舗セシリアス。魔法キャノンの射程ってどれくらい。いらっしゃいませ。ようこそマグナタ書店ジュノン支部へ。私たちマグナタガールズが今週のおすすめブックを紹介しちゃいますよ。私のおすすめはラストフライトです。この小説以外には考えられません。航空兵と女性指揮官の禁断の愛、最愛の人に突撃を命令するシーンは涙なしには読めませんよ。買いに来たんだ。本当だよ。僕は真面目に本を買いに来たんだ。本当だよ。このブローチなんかどう。あ、隊長ちょうどよかった。彼女へのプレゼントを選んでるんですが、機関銃のブローチと銃剣のブローチ、どっちがいいと思います。バカなこと聞いてんじゃないの。すいません、気にしないでください。自由時間は終わりだ。全員外へ出ろ。イエスさん。アクセサリーをつけてるとはなんか強く。ゆっくり見ていくんだな。品質は保証。このアクセサリー渋くていいよね。頑張れよ。なんかいらっしゃいませ。ありがとうございました。似合っているじゃないか。あれ？バレてる。匂いでわかる。レッド、鼻もすごいんだ。魔法の町を出て本来の能力が戻りつつあるらしい。この町も早く出たいものだな。いざだよ、ホリグリ。取材中なんですけど。隊長に敬礼。えっ
隊長さんでしたか。失礼しました。ちょうどよかった。少しだけインタビューさせていただいてよろしいでしょうか。いや、今回のパレードは激戦が予想されますが、秘策などがありましたら教えてもらえませんか。ああ。隊長、さすがです。秘策を話してしまっては秘策ではなくなってしまいますからね。休みは終わりだ。パレード会場へ向かう。ついてこい。はに隠れてサボる。ああ、新社長ってずっとどこにいたんだ。ミッドガルを離れてあちこち回ってたんでしょ。現場をよく知ってるってことか。練習中だ、邪魔をしないでくれ。隊長でしたか。失礼しました。時間だぞ。俺が先導する。ついてこい。イエスだ。バイク隊のパフォーマンス楽しみだな。お買い物はいかがでしたか。いかがでしたか。何ですか。今大事な話をしてるんですけど。メット、メット。あ、申し訳ありません。隊長でしたか。自由時間終了。外に出るんだ。イエスト。恨みっこなしですよ。また行きたくなる。我ら重火兵部、隊長。
隊長、お聞きしてもよいでしょうか。本日のパレード、フォーメーションはどうされるつもりですか。コンディションや状況を見て判断する。心配は無用だ。お前たちは俺についてくればいい。分かったらすぐに外へ出ろ。は、失礼しました。